近い近い、日が近い、日が近い、そんなに寒いか。はい、どうも、ついのすみかと申します。グラントを片手で使えるアンバサ脳筋キャラを作る旅をしております。この動画はですね、攻略情報や役に立つテクニックを紹介するような高尚なものではございません。ただただ50のおっさんが時に亡者のごとくうめき声を上げながら、時に心折れた戦士のように愚痴をこぼしながらグラント使いを目指す、ただその様子をお伝えするものでございます。はい、それでも良いという方いらっしゃいましたらお付き合いいただければ幸いです。鐘を、そう下の、下じゃない、上の鐘を鳴らしましてね。はい、で、マラソンもしまして、こちらね、モーニングスターを、大かけらのマラソンもしましてね、モーニングスタープラス10にしました。で、ハルバードプラス5、ガーゴイルの巣をプラス10ですね。で、クレイモアをちょっともったいないんですけど新生武器にさせていただきました。はい、あそこちょっと狭いんでね、地下星がちょっとこの辺の剣を使い勝手の良さそうなクレイモアを新生武器にいたしましたと。はい、で、経験値がですね、前回の雑談会を見ていただいた方は気づいたかもしれませんけど、結局最終的に、あそこをマラソン、大かけらマラソンしてるだけで10万ぐらいになりまして、レベルの方が42まででね、特筆すべきは筋力が36。はい、もう両手ならグラント振り回せます。他がひどいんだけどね。で、だからこれで申請を10、あと15ぐらい上げれば、あと15ぐらい上げれば、あれですね、グラントは両手なら使えると、はい、いう感じです。ああ、おう、You have you seen the lady? Oh, blast, where might she be? And would she be safe? はい、で、今日はですね、闇村に行ってクラグ戦をする前に北の不審へ一回戻ってちょっともらうもんもらってこようと思います。ほな行きましょうか。北の不審ですからね、そんなにかかんないと思うんですよね。いや、まあ、あの前回雑談なんかをねさせていただいて、まあ今日も雑談じゃねえかよという声も聞こえてきそうなんですが、ちょっとね思うところありましてね、グダグダになったらグダグダになったでいいから、あ、もちろん見やすいようにねカットとかはしようと思うんですけど、そのただただ長くなっちゃったりしたら、ただなんかわざわざ霧のいいとこまで編集するとかっていうのはねちょっといいかなって。だから北の不審もしねこれがね長くなってね、もし長くなったら北の不審だけで動画3回4回使ったっていいじゃないかって、そういう心境になりました。はい、なんでひょっとするとだからね、異様にどうしようかな。あ、こっち使っちゃった。はい、まあ、つまり何が言いたいかというと、異様に長くなったらごめんなさいっていうことです。はい、ここで取らないといけないものは、
ここで取らないといけないものは意欲はあるな、大丈夫だな。でもどっちがいいかな、どっちがいいんだろうな。かかっとこうか、こっちにしておこう。でここはん、総門がないぞ。総門あったあったあった、総門にしとこう。はい、一回休憩入れますね。で まず盾を手に入れましょう。いた、あ、来ちゃった。あっちに隠れてたんか。亡くなった場所じゃないんだな、ちょっとずれたとこに立ってんだな。どうすんだ、これのせいか、これのせい。あれ来ない、お父さん。来た。あー、戦いたくはないんだけどな。おう、強すぎるやろ。強すぎるやろ。背後取れんかった。紋章の盾、はい、紋章の盾手に入れました。イエーイ、これっすね。これがいるんですよ。これいいのって思うと思うんですけど、これがいるんですよ。で行くしかないか。先にあれ取り行っちゃおう。鉄の腕は鉄の指は何してんの、何してんの、もう全然全然ダメじゃないの、全然ダメよ、全然ダメ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 、何してんの本当に、何してんのよ。プレイスキルはこんなもんですよ。はい、オッケー。さ、錆びた鉄輪でしたね。名前がもう全然。よし、じゃあ行こうか。こいつらいるとね、厄介なんですよ。いきますよ、大丈夫ですよ。はい、いやいや、余裕っすよ、余裕っす、余裕っす、余裕ですよ。だってこんなの、いや、
あの人はね、もう盾構えてたらいいですよ。黙っちゃダメ、黙っちゃダメ、喋るよ、喋っていくよ。はい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 、後ろ取ってね。はいはい、ボーン。これ見てから、はい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 、まあ、見てから、ボーン。あ、やばいやばいやばい、はい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 、全然こんなの出血ですっごい食らってるじゃないか。ほら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 、はい、はいはい、アグレッシブに、はいはいはい、全然外した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 、外した、はいはい、全然大丈夫、全然大丈夫全然大丈夫じゃねえよ全然大丈夫じゃねえよ。ちょっと近すぎたね。鍵盤ゲット、はい、鍵盤ゲットですよ。ほら、もうね、さーっと来ましたよ、さーっと。2万ソウルね、2万ソウルだ行くしかないな。で、人間性もね、あとはもう指輪だけもらいましょう。お見事お見事ですな、お見事です。俺を失いました。
ディワンソウルを失いました。人間性10を失いました。失ったわ。いや別にね、倒さなくていいんだよ。人形だけもらえばいいんだよ。でそれもね、人形もいらなかったんだよ、正直なところ。人形いいのかっていう話なんだよな。人形いいのか。人形ゼロだよ。人形いいのかって話なんだよ。おかしな人形なんだよ。ちょっと広いところでやろうぜ。広いとこなんかねえよ。広いとこなんかねえんだよ。来いよ。階段使えばよかったな最初から。いや、ええやろ黒騎士倒さなくてな。別にええやん。別にええやろ倒さなくて。倒さなくてええやろ。そやね、グラントを手に入れたらいいんだよ俺は。闇村行こう。いいんですよ黒騎士はね、別に倒さなくて。そうでしょ。神のお告げがありました。黒騎士を倒せということなんですね。そういうことなんですね。わかりました。いいですよ、やりますよ。いけますよ黒騎士倒せますよ。もうな、何年やってると思ってんすか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って、倒せますよ。あの北の不思議に帰るって言ったからあれでしょう。ね、はぐれデーモンが今日のボスだと思ってるでしょ皆さん。違うのよ、黒騎士なのよ。メインは黒騎士がメイン。全然もうこんな狭いからとか関係ないですよ。余裕っすよ。何年やってると思ってるんですか。ちょっとビクビクちょっとずつ寄ってるけどね。
あのね、盾構えて近づいていったら、ほら、ほら、ね。あ、違う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 。パリーがね、切り取れるんですよ。パリーが取れるんですよ。ほら、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 ね、もう余裕っすよ、余裕っすよ。いやもうでも今実はさ、もうなんせだって黒騎士と戦うのもあの半年以上ぶりだからもうめっちゃ緊張したよ今。ああもう人間2万5000ソルと人間性もったいないことした。いいんですよ、受けたらいいんですよ、受けたらいいの、受けたらいいの。危ねえ、ね、あれぐらい、あれぐらい簡単なの、ほらね、かと簡単だって言ったってもう一体いる黒騎士は倒していきませんよ。いきませんからね。行く必要ないですから。あの赤いくさび石は別にね、最終のラストダンジョンまで行かなくてもここでマラソンできると、そういうことですよね、そういうことっす、そういうことです。はい、今日のメイン終了。